緑色で示されている領域は、パキスタンが管理している二つの領域である。北は、ギルニット・バルティスタン州、南は、アザド・カシミールである。オレンジ色で示された地域は、インドが支配する、ジャンムー・カシミール連邦直轄領及び、ラダック連邦直轄領である。その東の斜線でハッチングされた地域は、アクサイチンと呼ばれる、中国の支配地域である。 国際連合による管理ラインの地図。シアチェン氷河付近では管理ラインは定義されていない。管理ラインとは、かつてのジャンムカシュミール半王国の領域における、インドとパキスタンとの支配地域を分ける軍事境界線である。法的な国境ではないが、インパ間の事実上の国境として機能している。もともとは停戦ラインと呼ばれていたが、 1972年7月3日に署名された志村協定によって管理ラインとして再定義された。インドの支配地域はジャンムー・カシミール連邦直轄領及びラダック連邦直轄領であり、パキスタンの支配地域はアザド・カシミールとギルギット・バルティスタン州に分かれている。管理ラインの最北端は NJ9842 と呼ばれている。 管理ラインの最南端からは、インパ国境が続いている。管理ラインは、カシミールを2つの部分に分割し、当時カシミール渓谷の唯一の出入り口だった、ジェラム渓谷ルートを閉鎖した。今日まで存在する、この領土区分は、多くの村を分断し、離散家族を生んだ。インパ間の管理ラインの東方には、インドと中華人民共和国の支配地域を分ける、別の停戦ラインがあり、 実行支配線と呼ばれている。元米国大統領ビル・クリントンは、特に、インドは大陸とカシミールの管理ラインを、世界で最も危険な場所の一つと呼んだ。パキスタンの政治家で、民族主義者のチョードリー・ラフマト・アリーによる1933年の、冊子、パキスタン宣言では、ジャムー・カシミール・反王国を、住民の大多数がムスリムであることから、新国家パキスタンを形成する。 北部インドの5つの単位の一つと想定していた。パキスタンは、インドの支配下にある部分を含め、カシミール全体を、自国の領土であると主張している。インドは、この解釈について異なる視点を持っている。ジャンムー・カシミール反王国の君主である、ハリ・シングは、1947年に、インドへの帰属宣言に署名するというインド総督、ルイス・マウント・バッテンによる提案に同意した。 インドは支援と引き換えに貴族を要求した。インドはジャンム・カシュミール・反王国の領土全体がこの貴族によりインド領土になったと主張している。インドは延長 740km の管理ラインに沿って 550km の障壁を建設した。障壁は管理ラインからインドの支配地域側に約150ヤード程度離れた場所に設置されている。インドは 障壁を設置した目的を、パキスタンを拠点とする分離主義過激派による武器の密輸と侵入を排除することであると発表した。障壁は高さ82フィートの2列の柵と、ジャバラ型鉄条網で構成された電気柵で、モーションセンサー、熱感知装置、照明装置、警報装置が接続されている。障壁は、インド軍に警戒信号を発し、 侵入しようとする者を待ち伏せするための高速警戒信号として機能する。障壁のない箇所には数千もの地雷が付設されている。障壁の建設は1990年代に開始されたが、インドとパキスタンの対立が激化した2000年代初頭には減速した。2003年11月の停戦協定後、建設が再開され、 2004年後半に完了した。管理ラインの障壁は2004年9月30日にカシミール渓谷とジャンムー地域で完成した。インドの軍事筋によると、障壁により紛争地帯のインド側に日常的に侵入して兵士を攻撃する過激派の数が80%減少した。パキスタンは、障壁は地域における日国間協定とそれに関連する 国連決議の両方に違反しているとして、障壁の構築を批判している。欧州連合は、障壁をテロリストの侵入を制御する技術的手段の改善とするインドの立場を支持し、管理ラインは1972年の志村協定に従って定義されているとも指摘した。管理ラインには、現在運用中の主要な通過点が3つある。北から南に、チャコティ、タトリノート、 チリアナであるサラマバードの通過点は管理ラインに接するジャンム・ーカシミールのバラマラ県のチャコティとウリの間の道路にある。これはインパカンの貿易や旅行における主要ルートである。インド側には銀行施設と貿易円滑化センターが計画されている。サラマバードとは平和の橋という意味でウリにこの名前の橋がある。この橋は パキスタン側の山が崩壊した2005年のパキスタン地震の後、インド軍によって再建された。このルートは61年間閉鎖されていたが2008年に開放された。シュリーナガルムザファラバードバスがこの地点を通過する。管理ラインのパキスタン側の小鳥とタトリノートからチャカンダバグの通過点を経由してジャンムカシミールのプーン地圏に接続する道路。これは インパ館の貿易や旅行における主要ルートである。インド側では貿易業者の利益のために銀行施設と貿易円滑化センターが計画されている。インドとパキスタンの治安部隊間の会合はここで開催される。この会合は両軍の司令官によって国境または管理ラインで開催される。小規模な問題については順序レベルで会合が開催される。 より大きな問題については、召喚レベルで会合が行われる。ティートワールの通過点は、ムザファラバードとカップワーラを結び、ニーラム川を横断する。通常、下記にのみ開かれ、他の二つの通過点とは異なり、貿易ではなく人々の移動のみに使用される。他にピール・パンジャル山脈のハジピル峠とタタパニー、近くにも通過点があるが、現在はこれらは使用されていない。 ありがとうございます。